こういう女の子になりたいみたいな、ようやく時代が追いついた。本ため。さあ、本ためチャンネル始まりまーす。あかりんこと斉藤あかりです。よびみたくみです。よろしくお願いしま す。ということで今日は私の持ち込み企画です。はい、でしょうね。はい、めちゃくちゃスケッチブックが前にあるからそう、ちゃんと。たくみさんは少女漫画とかって読んだことあります？もうめちゃくちゃないですなさそう。ないですね。私は小学校1年生の時にリボン仲良しちゃおっていう3つを全部購読してたんですよ。エリート教育だ。もう少女漫画のゴリゴリのエリート教育。すごい。その違いって分かったりします？あ、でも知ってますよ。チャッ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 。よくご存知で。あとはな、な、な、違う仲良し。仲良しは仲良しです。リ、リ、リ、リちょっとね、リボンもだけなんかそういうのね、なかったんですよねもう本当にこれぐらいの本当にそれぐらいの感じで。なるほど、ね、ということで、はい、今日はですね、私が読んでた時のリボンと仲良しチャオの違いについてお話をしたいと思います。もしかしたら僕の友達とかもね、はい、女の子は読んでたかもしれないってことですね。同い年ぐらいですもんね。そうですね。だからもう僕が、うん、もうコロコロコミック読んでる時にこういう風なものを読んでるってことですね。そうです。本ため、まあ、まずなんですけど、リボン仲良しチャオ、まあ、小学校中学校の女子向けの三大漫画ですね。リボンが集英社さんから1955年創刊、結構長いんですよ。長いめちゃくちゃ歴史ありますね、これね。そうなんです。だからもう創刊60年も超え、それだけもう女子に愛されてるんですが、はい、仲良しも同じぐらいですね。講談社さんから1954年創刊、こっちの方が1年早いんですよ。あ、すごい。でもほとんど同じスタート、うん、そうなんです。で、チャオだけちょっと新しくて、小学館から1977年に創刊されてます。あ、なんか最後だから、うん、チャッ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 チャちょっとキャッチーなね、CM があったのかもしれないんですけど。で、何が違ったかというか、うんうんうん、私が実際読んでた時の印象は、うん、リボンが一番私たちの年齢ぐらい、仲良しの方がちょっとお姉さん、でチャオがちょっと年下ぐらいっていう感じだったんです、はい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 、いやでも確かに少年誌の方でもなんかジャンプよりもなんかマガジンの方がちょっとお兄さんみたいな感じのイメージあったんで、みたいなのがこの中にもあるっていう。あるんですよ。だから全然違うんです。本ため、これを一個一個ね紹介していきたいなって思うんですけど、はい、まずリボン、リボンはこちら、王道学園ものプラス〇〇、〇〇ね、そう、なんか基本的なそのお話としてはやっぱり中学生または高校生が主人公っていうのが多かったんですね、はい、うんうんうん、だからこそ普通の学園ものなんですけど、そこにプラス一つの要素が含まれてるっていう作品が多かった印象なんです。なるほど、そこで差をつけるみたいな、はい、はいはい、で例えば、うん、王道学園ものプラスギャル、あー、なるほど、はい、はいはいはい、この時代に私がすごく好きだった漫画がありまして、こちら、はい、ギャルズ。あ、そのままだ。はい、藤井美穂の先生、はい、こちらはですね、主人公のことぶきらんちゃんというゴリゴリのギャルが渋谷で大活躍する話。渋谷なんだ。でもやっぱじゃあ憧れるんですかね。そうです、渋谷のギャルに私はその小学校 1,2 年生ぐらいの時ですかね、憧れて。あ、やっぱりちゃんと憧れてるんだ、はい、あ、109に行かなきゃいけないんだと思って。あ、やっぱそういう場所なんだ。そうなんです。あとは王道学園ものプラス、うん、お金持ち、うん、なるほど、はい、こちら、あ、絵が全然でも違うわ。はい、種村有奈先生の紳士同盟クロスっていう漫画です。これね、リボンといえば種村先生を紹介せずにいられないんですよ。そういう方なんだ。はい、もう目がキラキラで、背景キラキラ、天使の羽とか生えてるイラストを描いてる、もうアリナッチで少女漫画育ってますって人が多分私の世代ぐらいだとすごくいっぱいいて、あのアリナッチって呼んじゃうんですよ。アリナッチだ。それは作者の名前ですか？あ、種村有奈先生。アリナッチっていう、まあ、はい、アリナッチってもうファンが呼んでるんですよ、ね、私がこの紳士同盟クロスっていう漫画が好きなのは、うん、まずお金持ちしか入れない学校があるんです。で、そこに入学した主人公のハイネちゃんっていう女の子がいまして、はい、ちょっと小金持ちぐらいなんですよ。その学校もお金持ちの度合いによってクラスとか変わってくるんですね、はいはいはい、でそこで出会う一番上、校庭って言われる位があって、そこの
くらいの男の子と出会う物語です。上の方でのこういう格差、そうです。上の中での格差でシンデレラストーリーなんですよ。でもその中でもいろんな人間関係があって、ハイネちゃんもあんまお勉強も苦手な子なので、でもそういう子がもうひたむきな気持ちで頑張っていくっていうストーリーがめちゃくちゃときめいたんですよ。共感できるんですか、それ。もう共感っていうか憧れですよね。我々が多分ドラゴンボール読んでると同じですよ。ドラゴンボールね、共感ゼロですから、ね、まあ空飛びたいとかね、思いますありましたからね。なんかもう丸太投げて乗ったらいけんじゃないかみたいなのありましたけど、憧れみたいなね、そうそうそう、とこ同じかもしれません。あとリボンのすごいところっていうのは、はい、主人公が男の子のお話とかもあるんですよ。こちら、愛してるぜベイベー。ああ確かになんか男の子、ね、男の子が主人公で、これはですね、牧陽子先生という数年前ですかね、引退されちゃった漫画家さんなんですけど、この愛してるゼレーベは、まあ、ここに当てはめるとしたら王道学園ものプラス育児、育児がテーマな少女漫画、はい、なんですよ。主人公はめちゃくちゃモテモテの男子高校生なんですけど、彼のお家にある日いとこの女の子、うん、5歳の女の子が来ることになります。5歳のね、はいはい、でしかもその女の子はお母さんから育児放棄されてしまって、そのお家に来ることになってしまったんですね。なるほどなるほど、はい、めちゃくちゃモテてたのに、うん、子供の世話というか保育園に送り迎えしたりとかしないといけないというところで、ちょっとなんでだよって思うんですけど、うん、そこで5歳の女の子と男子高校生の間でこう心の通い合いが生まれてくるんですね。この作品はそのネグレクト、育児放棄ですとか虐待とか結構重い内容も入ってくるんですよ。だからそこによって社会ってそんなに、例えばそのふわふわなものとかキラキラなものだけじゃないんだよっていうのも含めて、でもすごく素敵な作品だから、こう一冊小説を読んでるような作品です。でも結構際どくないですか、設定。でもなんかリボンって意外とそういうのが多いんですよね。なんか少女漫画イコールふわふわとかキラキラとかラブコメみたいな、はい、思ってました、すいません。やっぱ思ってますよね、すいません本当に。違うんです。はい、という感じで、まあ、ちょっと重いのもありつつ、でも基本的に王道路線を行くのがリボンでした、はい、なるほど、はい、結構重いテーマがあるっていうのが結構リボンの特徴でもありますね。本ため、じゃあ次仲良しいきますね、はい、はい、仲良しはこちら、ファンタジー&時代先取り。どういうファンタジーは分かるんですよ、はい、それはまあ男女共通の多分ね、うんうんうん、まあ好きですね。時代先取りってのはどういうことですか、はい、読んでた頃にタピオカ出てきたりしたってこと。いやタピオカ出てこないんですけど私のすごい好きな漫画が時代を先取りすぎちゃったっていう風にすごく言われていて、ちなみにどういったものが時代先取りだと思いますか。先取りっていうのは何なん、物なんですか、どういうものなのか。あ、お洋服とか衣装、2000年多分ちょっと後ぐらいにはすごい流行したんですけど、はい、ルーズソックス。いやルーズソックスはもう出てました。はい、ミニスカート、ミニスカートも出てました。なんかこれ外すと恥ずかしいですね。そうですね、なんか分かってない感じ強くて、なんかすごい恥ずかしい。ヒントで言うと、はあ、よく萌えって言われたやつです。ああ、メイド服ですね。正解。メイド服を着てる子がいる。そうです、それがこちら、ゴリゴリ東京ミュウミュウ。あ、聞いたことある。あ、ご存知ですか。名前は、はい、イクミミヤ先生が、漫画を描かれて、シナリオは吉田玲子先生が描かれてます。こちらはですね、あの基本的には女の子を変身して戦うお話なんですよ。ただその彼女たちが変身するのがレッドデータアニマルってご存知ですか。わかんないです、今一言も聞き取れなかった。レッドデータアニマルズってあの絶滅危惧種の動物、あーなるほど、はい、あれの遺伝子がなぜか入ってしまった女の子たちが東京ミュウミュウっていうヒロインみたいなのに変身して敵と戦う話なんですよ。あ、じゃあ表紙にあった猫耳は猫が入ってるってこと。よくお気づきになりました。これイリオモテヤマネコなんですよ。絶滅危惧種だ。そう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 、絶滅危惧種ちゃんといた。彼女たちがカフェでバイトするんです。あら、でそこは秘密基地みたいな、うんうん、その変身した女の子たちが敵が来た時にそこから出動するみたいな。あ、すごい。でそのカフェでの衣装がメイド。すごい、じゃあほんと先取りだ。はい、あれがまだない時期にそれをやってたってことですか。そうです、なんかその萌え的なメイド服を着た先駆者だと思ってます、私は東京ミュウミュウが。で、あともう一個要素として先取ってたのが決め台詞があるんですけど、うん、ご奉仕するにゃんって言うんですよ。うわ、もうそのままじゃないか、うん、そうなんです。時代作ってますよ。もう時代作っちゃったってか、もう早かったんですよ。それがなんと今
はい、また新しく漫画が連載されてまして、連載が新しく始まった。そうです、すごい。アニメもリメイクされて、なんと来年配信予定、配信公開予定。新しい、ようやく時代が追いついた。私たちの多分世代ぐらいで、小学生ぐらいの時に見てた子たちが、東京ミュウミュウまたアニメ化すんのって言って、すごい、まあ、私をはじめとしてもうみんな大興奮ですね、はい、もう作ってる制作陣ももしかしたら子供の頃見てたような人たちもしれないですね、うん、そうなんです、年齢的にね。確かに、もう多分そういう人たちの思いが、はい、まあ、アニメ化をもう一回してくれたんじゃないかなと思って、もう私はワクワクが止まりません。すごい。あと結構仲良しってビッグネーム、もう多分ご存知であるアニメとかも実はここが連載してたっていうのが結構多くてですね、こちら、あ、これはカードキャプターさくら、クランプ、知ってる先生、さすがに知ってる。やっぱご存知ですか、小さい動物がいるやつ。ふわっとしてケロちゃん。あ、それ、あ、このカードキャプターさくらですとか、はい、あとね、これもそうなんですよ、こちら、美少女戦士セーラームーン。これはさすがに知ってます。ご存知ですか。はい、やっぱこういう女の子が強くて戦う系っていうのはすごく仲良しが多くて、しかもアニメ化までして全世界で人気っていうものが多いんですよ。あとね、私がすごい個人的にこれも好きだなっていうのが、こちらご存知ですかね、シュガシュガルーン。すみません、知らない。庵野萌子先生ですよ。はい、あのエヴァンゲリオンとかやってる、あの庵野監督の奥様です。はい、一気にわかる。仲良しで連載されてた魔界の次期女王候補の女の子2人が人間界に降りて、そこで試験を受けるって話なんですけど、やっぱそのファンタジー感っていうのがもうすごく庵野先生のキラキラしたおしゃれな絵で描かれてて、これも女子はこういう女の子になりたいみたいな。そうなんだ、そう思ってたんだ。あの頃らはそう思ってたんだ。理解してあげれてなかったですちょっと違います、全然。確かにちょっと違かったかもしれない。どうですか、中1の頃たくみさんは雑誌というか漫画でいうと、だから本当にまあ小学生はまあコロコロコミックで、中学からもうジャンプみたいな、まあもう一番定番っちゃ定番ですけど、そういうまあ歩み方をしてましたんで。友情努力勝利、もうそうですね、まさにそれですよ。さらっと言うんですね、はい、そうですね、友情努力勝利、はい、まあ、共通点わかりました。仲良しはまあどっちかっていうとそういうバトルも多いみたいなね、うん、そうですね、全然仲良しじゃないですからね。そうですね、はい、戦う、どちらかというとね、まあまあ戦ってますし、あとはまあその一人で戦うっていうよりはこうやっぱ仲間っていうのもできてくる、ね、本当に友情努力勝利かもしれないですね、うん、ちょっと近いものは感じることが多かったです、ね、はい、だから多分もしかしたら、もしかしたらここが一番胸熱になるかもしれない、はい、ファンタメ。じゃあ最後に、うん、チャオ待ってました。はい、チャッ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 今までちょいちょい思ってたんですけど、やっぱ大体目が大きいんですよね、うん、少女漫画って。こっからここまで目だから。そう、その中でも目が大きかったのが私の中でチャオだなっていうふうに思っていて、あとこのおしゃれの指南書ってところだったんですけど、作品を読むと例えばこういうふうにお洋服は着たらおしゃれだよとか、メイクの仕方とか、髪の毛をきれいに保つ方法とかが結構教えてくれるタイプの漫画が多かったのはチャオ。みんながおしゃれに目覚めるというファッションに目覚めたりするときに、多分一番最初にここで勉強ができる。あれかな、なんかミサンガとかかな、なんかいました、たくさん。一個のムーブメントとしてあったのかな、ムーブメント。そういうなんか流行りとか、もしかしたらこういうとこから来てたのかなと思いますけどね。なるほど。たくみさんは小学校の頃何を参考にファッション着てたんですか。もう参考にしてたのは、はい、僕あのコロコロコミックでデンジャラスビーストが好きだったんで。どこ参考なんですか。誰、どのキャラですか。どのキャラも大した服着てないですね。そんなたくみさんが、ま、中学生小学生ぐらいの時にぜひおすすめしたかった漫画が、はい、こちらシンデレラコレクションっていう漫画なんですけど、これあのご存知ですか。いや、わかんないし、目が大きいなと思って目が大きいですよね、これ、はい、今安江先生だからシンデレラコレクションという漫画で、これ主人公のニーナちゃんって女の子なんですけど、うん、これ小学校6年生です、はい、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。なんかね、服をすごいちゃんと描いてるなと思います、うんうん、よくお気づきで。私たちの時代にナルミアブランドっていうのが流行ったのって知ってますか。いや、すいません、あのメゾピアノしか知らないですね。あ、それです、それです。
です。あ、すごいすごいすごい。どういうこと？あのメゾピアノとかポンポネットとかブルークロスっていう小学生の女の子たちが着るブランドを全部やってたのがナルミアブランドっていうブランドなんです。あ、じゃあ今本当に当たってます。シンデレラコレクションはメゾピアノのお洋服を着てる女の子なんです。すごい当たっちゃった。すごい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 。奇跡を倒した。で、この元もすっごいダサくて、うん、ジャージしか着てないような女の子がちょっと憧れで、うん、メゾピアノのお洋服を買うことから、うん、どんどんモデルさんになっていくってシンデレラストーリーなんですよ。うん、なるほど、はい、だからあの頃みんなメゾピアノ着てたのかもしれない。そうです、私も着てました。ナルミアブランドがいっぱい出てくるので男の子もおしゃれなんですね。ああ、そうなんです。やっぱ見てればよかったんだ。そうです、それをモテモテだったかもしれない。ベイブレードを読んでもらえなかった。本当ですね。これでファッションに目覚めて、こちらもチャオの漫画ですね。ビューティーポップ、新井清子先生。いや、これいきなりわかるおしゃれ、うん、だってだってこれ1個外れてますもん。これ僕だったら怒られちゃう、お母さんこれ。落ちてるわよって言われ、子供の時怒られちゃった。これはこれはですね、あの、まあ、この表紙もおしゃれなんですけど、はい、どちらかというと美容漫画なんですよ。あ、そうなん、美容も学べちゃうんだ。そうなんです。この主人公のキリちゃんって女の子が天才的な美容師のテクニックを持ってる女の子なんですよ。どういう生まれなんだ、それすごい。そうそうそう、もう髪の毛をチョキチョキと。なるほどね、はい、で彼女の周りにいる男の子たちもこのメイクのプロフェッショナルとか、はい、ネイリストのプロフェッショナルとかいて、その学園で一人悩んでる女の子を綺麗にしてあげようっていう思いでどんどんお話が進んでいく物語で、だから私もあ、みんなに綺麗にしてほしいっていう風に思ってました。なるほど。そう、ビーバップハイスクール見て腰パンするんですよ。確かに近いと思います。本ため、はい、ということで今日はリボンと仲良しとチャオについてお話しさせていただきましたが、いかがでしたか？いや、すごい、本当にあの3つの雑誌にこんな差があるんだっていうのが一番でかいし、はい、そのストーリーの多様さがね、うん、何よりびっくりしました。あ、よかったです。そこを一番伝えたかった。いや、全然違いました。もう舐めてました。少女漫画って言ったら全部が恋愛とかなわけじゃないんですよ。そうなんですね。すみません、あのね、私と、まあ、裏にいる、ね、ディレクターももうあーって言ってますけど。それがあるのもあるけど、でもそれ以上にやっぱ女の子って可愛いよね、強いよね、かっこいいよねっていうところが描かれてるのが少女漫画だと思うので、もうちょっとこれからいろいろおすすめをしていきたいと思います。ぜひぜひ、増えてこなかったも嫌なんで、ぜひ、はい、ちょっと、そしておすすめしたらぜひ読んでください。もちろんです。とりあえずあのおしゃれになるやつ読みますか。はい、ということでこれからもこういう風にいろんな漫画も、お伝えできたらいいなという風に思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、はい。